皆さんこんにちは、東国丸です。今日もよろしくお願いいたします。やっぱ統一地方選挙ですね。これが始まりました。3月23日にですね、9道府県知事選の告示を皮切りに、統一地方選挙が始まりました。で、26日に6政令指定都市長選挙なのかな。で、31日から41道府県議会議員選挙。宮崎もそうですね。宮崎はだから政令指定都市はないし、県知事選はないですから、3月31日の、県議会議員選挙告示で、宮崎は、統一地方選挙に始まります。後半は、町長選挙とかいろいろありますですね。はい。ということで、どげんすかね。宮崎県内盛り上がってますかね。私もちょっとぐるっと回ったんですけど、選挙事務所等々はですね、きちっとですね、県議会議員選挙置いてあるんですが、県民全体として盛り上がってるかどうかっていうのはちょっと、っていうですね、感じがしないでもないですよね。去年の県知事選の、前もですね、こういう感じだったんですけど、で、あんまりですね、宮崎県のですね、県議会議員選挙のですね、個別具体的のことを言うと、公職選挙法というのがありまして、それは多分ややこしいんですわ。もう本当の公選法というのはですね、だから選挙を盛り上げようとしていても、この公選法で、何ですかね、キャップをはめられるというか、抑制とか抑圧されるんですよね。ですからもうメディアもですね、あんまり公職選挙法に抵触するぐらいだったら、報道戦はいいがとかですね、A さんをフューチャーしたら B さんも C さんも全部平等にせんねえかんとかですね、いろんなところですね、放送法の問題とか、メディア関係の問題とか、公職選挙法の問題では、そういう報道のですね、規制というのがあるので、いろんなルールがあるので、なかなかですね、メディアさんもですね、テレビ、ネット、ネットはなんですけど、新聞、ラジオですね、そういったもので、ちょっとですね、臆するところが出てきているんじゃないかなとは思ってるんですね。でも新聞はですね、先週末はですね、どこもですね、読売新聞はですね、こういう感じですね、人口減少の問題ですね、人口減、首長9割が深刻ですね。統一戦争点、子育て支援が最多。争点は人口減対策でですね、人口減と景気雇用物価高騰対策、子育て支援、教育環境の充実、農林水産業の振興、医療福祉の充実、コロナ禍への対応なんてですね、道路などのインフラ整備、これも低いですね、3ですね、これね。やっぱり一番いいのが人口減少対策。やっぱ人口減少対策って皆さんやっぱちょっと深刻に、喫緊の課題だと思ってらっしゃるんですかね。身につまされてるんでしょうか。特に中山間地域とかです。過疎地はですね、そうだと思いますわ。でも地方は慣れてそうですね。都市部もそう。地方の都市部も、人口減対策そうなんでしょうね。で、景気雇用物価高、子育て支援、教育環境の充実ですね。こういうのが統一地方選挙の争点、全国的にそうですね、国に求める少子化対策では、若者の雇用環境の改善、授業料無償化など教育支援拡充、学童病児保育などの拡充、育休強化など働き方改革なんていうのがですね、出ておりますと。他にもですね、読売はですね、地域の再生を論じ合う機会に、担い手不足を克服する対策も、なんてね、言ってますね。朝日新聞なんかでは、一票をどうするってですね、特集なんかも組まれてますわ。高松菜奈さんがですね、やっぱり若者や女性をですね、議員にせねがんと、いうことをおっしゃってますね。で、これ、社説なんかも、毎日新聞の社説もですね、一面で取り上げたりですね、したらもう、産経新聞なんかもですよ、この社説で、地域の民主主義守りたい、人口減社会の処方箋競い合え、統一選挙、始まる。
こうやって訴えられてるんですが、なかなかですね、もうこの1週間10日ですね、テレビをつければ WBC ですわ、統一地方選挙、もうですね、WBC も素晴らしいんですよ、素晴らしいんですよ、エンターテインメントとしてスポーツとしてはですね、でも、我々の生活に直結するっていうのはですね、まあ、もう WBC の経済効果はもちろんですよ、否定はせんですけども、やっぱですね、この地方行政とか地方自治っていうのは非常に重要なんですよ。分かっていただけませんかね。で、こうデータがあるんですけども、2019年ですね、4年前のですね、投票率ですわ。投票率が、道府県知事選ですね、道府県知事選が平均 47%。道府県の、まあ、県議会ですね、道府県議会議員選挙が 44%、市区町村、市区総長、そうですね、市長とか、市長とか、区長とか、町村長とか、の選挙は 46%、これ平均です。市区議会、市議会議員とか、区議会議員とか、町議会議員とか、45% らしいですわ。まあ、どれもこれも 50% を割ってましてですね、で、やっぱり、誰が当選しても、同じだと、諦めて、まあ、僕が言っても、まあ、変わらんわね、地域は変わらんわね、地方の活性化変わらんわね、宮崎は変わらんわね、もう去年の宮崎県知事選でもね、飽きるほど言われました。飽きるほど私が言っても、一票いたら変わらんですがね、このままやろね、もうしょうがないわね、とか、あるいはこのままでいいんじゃないですか、あんま変化を嫌うっていうね、改革を嫌うっていうか、現状維持派っていうのがいらっしゃいましてですね、まあ、それで社会とか世の中はこんなにね、ガンガンスピードで、こんなスピードで変わってるのに、政治だけがですね、取り残されて、女性ですね、若者、多様化ですね。もう、多様なですね、行政に対するですね、リクエスト要求があって、その代弁者に慣れてないんですよね。多様化されてないんですよ、議会が。もう、こう言ってもわからんですかね、もう。まあ、県議会議員選挙に行っても、地域は変わらんわ、宮崎県は変わらんわ、と思ってらっしゃる方がいらっしゃるかもしれませんけども、それでも変わろうよ、と。そうやっていかなかったら、何も変わらん。今まで通り、まあ今まで通りで、このままでいいという方はそれでいいんでしょうけど、現状維持っていうのは確実に衰退しますからね。はい。で、まあだから、住民の、まあ、趣味執行生活あれは利害や利益が多様化してますよね。多様化して複雑化している、その住民意思のですね、代弁者になるのが議会議員なので、本当に考えていただけないかなと。だ、住民のですね、そういう多様化した幅広いですね、声を吸い上げて、まあ、行政サービスとか住民サービスに落とし込んでいくわけですからね、重要な一票なので、民主主義のですね、一票、皆さんがね、税を納めて、その代わりにですね、その税を采配する、そういう首長とか議会をですね、自分らで選べるって、これが民主主義なんですよね、ぜひですね、選挙に行っていただきたいということをですね、もうずっと強く訴えかけているんですけども、まあ、大体議会というのはですね、首長さん、あるいは執行部ですね、行政の監視ですね、監視、そしてまた政策の提案ですね、そういったことをせんないか、予算案を見て無駄はないかな、もうちょっと有効に使えるんじゃないのかな、もっと宮崎はこうやったら発展できるんじゃないかなというのを提案していかないといけない。そして執行部のですね、予算の使い方、あるいは政策の打ち方をですね、チェックしていかなきゃいけないですね。まあ、そういう能力も試されるわけですよね、ですから、まあ、重要な選挙だと思います。私一人が行っても、社会は地域は宮崎は変わらんがねって言ったら、もうそれを言ってたら本当変わりませんから、行っていただきたいと思っております。そしてまた議会のなり手不足ですね、そして無投票、今回は、県議会議員選挙はまあ、ある地区では無投票かって言われたのが選挙になりましてですね、なんとなくこの民主主義っていうのは加工されたんじゃないかなと思うんですけども、もうとにかく地方自治っていうのはもうずっともう20年勉強してますけど、住民参加型なんですよ。
住民が参加して、実を言うと理想を言うと全員参加の地方自治オートノミーって言ってですね、自ら決める。オラが村、オラが町、私たちの町、市はですね、自分たちで、作っていくんだと。これがね、地方自治ですね、なんですよ。本当、みんな本当興味関心を持って、投票に行ってください。選挙に行ってください。本当にお願いしますわ。つまりですね、なんて言うんですかね、住民の皆さんが無関心ですわ。そうすると地方議会が弱体化していくんですね。あまり役割を果たさんとですよ。で、そうすると住民自治というのが、何回も言うように、脆弱化するんですね。後退するんですね。そうすると、地域民主主義で地方民主主義の形骸化、つまり皆さんが納められた税金はですね、どういうふうに使われるのかってですね、それがですね、議会が弱体化して住民の方たちが無関心だと、もう経験上ですよ。それは経験もそうだし、全国的に世界的にそうですけど、行政っていうのはですね、本当にですね、放漫になりますわ。もう好き勝手に税金を使っていきます。ちょっと言い過ぎかもしれませんけど、無駄が多くなります。間違いなくそうです。で、限られた予算とか人材とか、それはね、インフラなんかも限られてますが、それを有効活用しなきゃいけないんですよ。で、それを付加価値をつけて大きくせなきゃいけないんですよ。皆さんどうイメージされてるかわからないけど、宮崎はまだポテンシャルいっぱいあるんですね。で、それを付加価値をつけて大きくできるんですよ。で、それをひちょらんですよ。ひちょらんです。できるんですよ。もっとできるんですよ。2倍3倍にできるんですよ。で、それがちょっとイメージがわかんのかもしれませんけどね。ぜひそういうのをですね、意識しながら、ですね、お願いしたいと思います。自分家の近所のですね、方で、あの人は県議会議員やだ、この人は何党の推薦かな、何党かな、この人は県議会、議員やろな、この人はいろいろなんか問題提起する、問題を指摘する、いわゆるやかます言うちゃいかな、とかですね、利益誘導型の議員さんもいらっしゃるので、自分とこにですね、利益を誘導する方たち、あるいは自分の組織団体とかですね、ステークホルダーと言いますわ、利益団体に優先的に利益を配分するような議員さんたちもいらっしゃるんですけども、それを、どうやってね、中立公平公正にですね、こう見て、本当に平等に配分していくのか、有効ということを考えて、優先順位をつけて配分していくかってですね、そういったものをずっとですね、お考えになっていただきたいなと。ほんで、一人一人の県議会さんをですね、地元地元で見てですね、資質、素養、実績、議会での発言、あるいは委員会での活動、政治活動、選活動、そういったものをチェックされて、普段からですね、この4年間どうやったかな、町はどうやったかなっていうのを考えて、ぜひ貴重な一票をですね、投じていただきたいと思います。今回は以上です。チャンネル登録をよろしくお願いします。